今日はメザスタで右左どっちチャレンジ、はい、どっちかは白タグ、どっちかは黒タグです、はいはい、やっていきましょう、はい、目開けていいよ。右左どっち？こっち。おお、なるほど。ブーボックスゲット。はい、右左どっち？おい、こっち。はい、じゃあやっていこう。メモリータグは使って OK だ。メモリータグ。はい。さあ。やっていきましょう。ちなみにしおんくんの、しおんくんの手札はこんな感じです。やばー。さあ、かだとくんはいつも通り、しおんくんは白タグ。普段使い慣れていないポケモンで戦ってもらいます。さあ、しおんくんタグ選びが、タグ選びが難しい。スターは一応1枚入れてあるんだけどね。ああ、ちゃんと見て、ちゃんと見てタイプ。うわ、かなとはゴリゴリ。しょうがない。さあ、勝てるかな、しおんくん。星3使ってるじゃん。連打する時間が短いんだよね。しおんくん弱点のモンスターがいない、ポケモンがいない。なんかカナト君は余裕っすな。頑張れ、シャン、頑張れ。先行チャンス、ここは取ろう。
あ、どっちでもいい、任せるよ。お、またミュウツー来た。あー、しおんくんはメガ進化させたぞ。お、ナイス。ミス、嘘、ミス来た。任せるよ、それは。投げなくてもいいし、いや、投げない方がいいんじゃないの。投げない方がいいんじゃないの。はい、結果、倒しきることはできませんでしたが、まあ、ボス倒せたからね、はい。まあ、白タグもなかなか使えるんじゃないでしょうか。はい、ダイマックスポケモンだ。攻撃ルーレット、ダイマックスボール。